こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。トマトの缶詰ですね。トマトの缶詰を 400g 400cc フライパンに入れて、同量 400g 400cc の水を加えます。で、そこにマカロニですね。マカロニ 200g 200cc 分、この200cc の量ですね。グラムはちょっと分かりませんが、それを放り込みます。で、通常塩入りのお湯で、8分沸騰させるところなんですが、今回はもう直接茹でてからトマトスープに加えるのではなくて、トマトスープから煮込むことにしました。で、その マカロニとトマトのスープにカルパスですね。カルパスを 100g 分ぐらい、もう大雑把です。カルパスの端っこの方ですね、これを入れていきます。それでですね、あとはどうするかと申しますとですね、赤米入りの白ご飯とキャベツですね。で、迷ってるのはあと何を食べるかなんですよね。野菜がこれでは少ないので、キャベツを食べることにしましょう。キャベツは、でっかい大玉のキャベツです。でっかい大玉のキャベツを食べるのを、これですね、でかい大玉キャベツです。何で食べるかですね。お皿、洗わない。お皿をしっかりと洗って、お皿をしっかりと洗って、これにキャベツを入れて、で、マヨネーズか、オーロラ、やっぱオーロラソースな。で、問題はですね、体重や、体重をさっき測りましょう。動画編集ソフトなんて持ってないんですよ。カットしてつなぐなんてできないので、取りっぱなしになるんですね。で、マカロニを茹でるのに8分は最低必要になりますから、ある程度形になるまで8分ぐらい待たないかんのですよね。取りっぱなしで8分っていうのがちょっと問題なんで、その時間稼ぎに他の料理を作らないといけないと。おっと、体重が1キロは増えてますね。見てください。54.9kg。体重 54.9、 体脂肪率、体重 54.9、 体脂肪率 9.8、 基礎代謝 1330、 内臓脂肪レベル1、筋肉量 46.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 これは昨日むちゃくちゃ食べたからですね。穀類ではなくて緑豆でトマトスープを作って食べたことで、今日水分をたくさん取ったことで、豆乳、要は2つスープ2つ食べてるんですね。豆乳鍋とトマト煮と2つ食べてるっていうのが原因やと思います。 54.9 10.4、体重 54.9、 体脂肪率
10.4。だからその両方のみで増えてるんですけど、もともと55キロまでは増やすつもりだったので、特に悪いことではないですね。増やすつもりやった体重が増えてるだけなので、その辺はいいんですが、この、おいしい、うまいうまい、マカノリカルパストマトスープを主食にするとして、マカロリが煮えるまでの間最低8分、できれば9分ぐらいは、で10分かな、10分は煮ておきたいです。ただサムネイルはこれを作っておいたらこれで十分かと思うんですよね。サムネイルは緑をね表すのにキャベツ、あそうや、ここにキャベツを入れたらいいんや。緑が欲しいですもんね。絵面がちょっと寂しすぎますね。赤ばっかりではちょっと絵面が悪いので、このキャベツをちぎって放り込みましょう。よいしょ、ちょっと感じですね。これで混ぜ込めばもう 1,2 枚キャベツちぎります。全然その緑がなくて、色合いの絵面が悪かったですが、このキャベツを加えることでぐっと絵面が良くなると思います。動画の撮影時間もこれである程度形がつくんじゃないだろうと思うので、見えるまで8分と言っていたところがもっと時間が、余裕ができるというか、撮影に合わせたいい時間に完成するかなと。スープとしてはね、トマトだけの方が美味しかったかもしれないというか、いやそれはどうかな、食べてみないと分かんないですね。マカロニとカルパス、マカロニとカルパスとで、トマトの缶詰だけの方が一体感が出たのかもしれないですが、こうしてキャベツを入れて煮込んだ方が絵面的にはまだマシなのかな。最後に、あ違うか、マカロニとカルパスとトマトスープに最後火を止めてから混ぜずに、表面に刻みネギをパッと散らした方が絵面的には良かったかもしれませんね。あとはキャベツのサラダをどうするかですよね。キャベツはキャベツで生でねサラダにした方が美味しいと思いますので、あと穀類ですね、穀類をどう取るかですね。はい、サムネイルはこれがいいかもしれませんね。はい、これはもうちょっとあとゆっくり煮ます。マカロニがちゃんとこう水分を含んで美味しく柔らかくなるまではもうちょっと煮た方がいいと思うんです。でその間にキャベツ、お茶漬け、ご飯のを食べて、この赤米の入ったご飯をサラサラっとお茶漬けで流し込んで
八朔を食べてキャベツをマヨネーズで食べたいと思います。サムネイルは、マカロニとカルパスとキャベツのトマト煮になります。はい、今日はこれで終わらせていただきます。